近い方だね。どっちも一緒だって。結局ここを越えていくだけ。本当だ、かわいいね。大きいね、イダリゴ市場。こんな風になってんだ。なんか近くからしか見たことないから。ですらおしゃれだな。綺麗だね、やっぱり。やっぱりいいね。うん、なんかバイカーが今日すごい集まってるな。あ、今日人少ないじゃん。あ、いける？撮ってみる？たまに撮ってみようか。ウェディングフォトで、うん、オッケー、もういいよ。食べるんですか？食べるんですよ。え、タイミングいける？あ、いいよ。いいよ。どんな油です？モルカヘってめっちゃ美味しそうだな。このサラダ、これも美味しそう。なんだこれ。はい、ということでメキシコで有名な観光地グアナファトに来てます。今2022年2月コロナの状況、まあ、メキシコが今どんな感じかっていうと、すごい人、すごい人で賑わってます。特にね、なんかね、今この場所はなんか外国人の人が多いかな。白人の人が結構多くて、まあ、俺らもメキシコからしたら外国人だしだからまあ結構今このテーブルにいるのは外国人ばっかり。なんか旅行してるのかな、なんか分かんないけど、まあ、メキシコはこんな感じで、まあ、割といろんな外国人が入ってきたりしてますね。グアナファトどうですか？最高。ガーサの街にこんなにすぐに来れるなんて。ねえ、俺らの住んでるところから3時間未満ぐらいかな、3時間弱ぐらいで来れるからすごい近いよね。もう本当にね、日本から来ようとしたら 何十万かかるもんね。世界遺産の街に日帰りで今来てますまさかのね、日帰り。昼ご飯も美味しかったし、なんか今度お昼ご飯食べに行ったりとか。そうですね、もうなんか酔っ払っちゃったね、マルガリータで。めっちゃ可愛い、あのお店。こんな感じでね、刺繍もあって、Tシャツを買いました、私は。うわ、すごいかわいいこれ、ね、キラキラ。あ、
Tengo kira kira ne. Wa, kore meccha kakkoi na.おしゃれやな、スタバ。かったね。止まるか。あ、トルコシエテだ。見たことあるなと思ったら。すごいな。みんななんかなんだろう。